どうもはるかです。今回はリアリスティックバトルで P51B マスターズに乗っていきます。いつものように VR です。今は夜中なので暗いですが、プレイ時にははっきり周りが見えています。今回は駆逐艦に爆撃でもしようかと爆弾を持ってきてみました。左を気にしているのは、インシュハーベンの方に動画では見えないですが、黒点が2つあるからですね。どちらかが敵なので警戒しつつ、爆撃に向かいます。B51B のスペックですが、最高速度は439マイルで706キロ出ます。燃料 10% 以下ならば、457マイルで735キロ出ますが、普通に飛んでたら出ないですね。上昇率は 8509 フィートミニッツで、1分間に2500メートル、余裕の速度で登れます。旋回率は 28.34 度毎秒で、360旋回に 12.7 秒かかります。実装時に比べたらすごい曲がるようになりました。航続時間は本体25分で、増装が8分とかなり長いです。この数字は全力で飛んだ場合なので、スロットルを微調整するとさらに長く飛べます。さて、飛行場に敵がいないか見つつ、爆撃目標の駆逐艦を選びます。では急降下して、500ポンド爆弾をぶち込みますが、敵が湧いたと思われるので、加速しつつ投下します。一瞬光るものが見えたので、ほぼ間違えないと思いますので、急上昇して戦闘に備えます。離陸直後ならば、相手が早手だとしても上昇で勝てるはずです。やっぱり動画では分かりにくいですが白く光るものが飛んでいます。フラップを出して反転、格闘戦をしてみます。このバカでかいエンジン音は間違いなく早手ですね。スペックではほとんど負けていますが、モバイル版に対し夜間でもはっきり見える VR の優位性を武器に強気に言ってみます。なんとなく、ローリングシガース系の動きになりつつありますが、マスタング系はロールが速いので、とりあえず、旋回戦にならなくて、よかったと一安心。押し出しでチャンスでしたが、偏差がうまく取れず、有効弾を与えられませんでした。
フレームに一瞬こもれて見失いましたが、主力を追っていたらしく撃墜しました。飛行場にやってきた奴を追いかけ回していたら朝になりました。うまく当たって2機目で撃墜しました。火を吹いたまま追いかけ回されるのも嫌なのでしっかりとどめを刺します。速度が出すぎて引き起こしが間に合いませんでした。初心者プレイ。VR は手動ブレーキなんで気をつけないと逆立ちしちゃうんですよね。リアリスペックバトルめちゃくちゃ楽しかったのでたまに出すかもです。それではごきげんよう。